まあ隣にお地蔵様がを作っている石屋さん、石屋のおじさんがお地蔵様を作った。そのね、この花のイメージがどうも僕の見るとぴったり来ないんですよ。隙間あったらあの花の格好を直してやら、もう俺の思う通りにしてやら、いいお地蔵様ができると、こう自分自身過剰でふっくり思い込んでた。親父もいない隙間を狙った。ちょうど飯を食いたから飲みもてちょんちょんちょんってポッと花をかけちゃった。さあ驚いちゃう、さあ逃げちゃう。こんなことをするやつはもう本当総一郎に決まってる、指名手配。それまではね、私は実は人のものをやっちゃいけないなんていうことを思ってなかった。ただ単にやりたい一心、自分のイメージに合った顔を作りたいっていう一心でやったけど、鼻が落ちた時に、ああこれは人のものをして手をつけて悪いことしたな、怒られるな、悪いことしたっていうだけで逃げちゃったんですね。夜中まで逃げて、隠れるとこないから縁の下隠れてた。そうしたら親父はおふくろ心配してるからね、心配してるやもうこっちは出て行っても叱られやしないから、まあもぞもぞ出て行ったんです。まあそんなことで、やはりその子供は子供としてのやはり遊びにあり、子供としてのやる子階段を引いて知恵がつくん。それをいつでも教えてやるっていうことはよくない。あの犬でも何でもそうです。あの噛み合ってこうゴロゴロゴロっていろんなことだもんね、本当から言うと。ところは何かって外敵に襲われた時に自分が身の安全を確保するための一つの格闘の練習である。それから餌を取るための一つの暮らしの練習である。と同じように人間だってそうなの。子供が10歳なら10歳の遊びがあり、5歳には5歳の遊びがあるんです。それを何でも大人がいっぺんに大人にしようと思って手かけちゃう。ちょうどそこらにある植木鉢のその植木のみたいなワイヤーかけてブルブルで縛りやめちゃうんですね。ほっときゃね、大木になって立派になるやとね、手上のマスクみたいにこうしたって死にくれちゃって、どうにもまあ干渉にはいいけど何にも役にも立たんようなもんって気がちやしねえかと。やっぱり人間ってものはその時に応じての遊びがある。それを十分にさせることが私は教育だと思うんですよね。これをね、人為的にどうでこうでじゃないです。もう人間が生まれての宿命なんだ。その宿命をむやみに変えるっていうことは私は賛成だとこう思うんですね。そうかと言ったって私はその学校を冷やかすわけじゃないです。実は私も学校を途中で行ったんです。28の時から学校行ったんです。自分がピストンリングを自動車の修理からピストンリングをやろうと思って変えたんです。それはどうしてもピストンリングはできない。どんなことやってもできなかった。いよいよしょうがなくて、学校の今の静岡いわゆる大学です。前身のいわゆる浜松高等工業へ行きまして先生にお願いしたの。何にも知らない先生。やっぱり一生懸命で頼めばやっぱり人間っていうのは教えてくれるもんだと。その先生に来て、これは分析してみるかわからない、分析したらシリコンっていうのは足りない、あそんなもんですかって、初めて鉄というものが分かったんですね。それまではまあ一生懸命鉄は赤道は殴ってこう曲げたりひねったり削ったりしたもん。ところがそういうふうな学問的なものを初めて私は知った。その時これは必要であるわいと思って、まあその2年間あと行ったんです。2年ちょっともう卒業の近くになって校長に呼び出されて、試験やらんもんですかね。私は学校のっていうのは試験ができないんですね。私はな、試験なんかできんだっていいんだからね。これ自分が商売できないんだから、目的に違うから。だからあ今先生が言ってることはあそこが悪かった、それでこの間失敗したな、こうやらこんなできるだろうな、もう商売にみんな結びつけちゃいろいろ聞いてる。本当かい、私のはずっと入ってるんですよ。ところが生徒は片っ端からやってる、試験のためにやってる。だから2年目に学長に呼び出されて、お前は試験やらないからクビだって言うから、
あ、なの、俺、その免許なんかもらわなくていいよと。免許なんか、映画の入場券より悪いしたんだから怒られちゃってね。映画の入場券とどういう関係があるんだ。映画の入場券は絶対に入れるっていう保証がある。免許じゃ絶対に来るっていう保証ないからいらないしたんだ。またその学長は戦時中に、まあ、旅順大学のいわゆる学長となって帰ってきまして、山梨工大の学長となってた。ある日電話かかってきて、本当は飲み来いや、言ったんですよ。お前をクビにしたのは俺一生一代の不覚だったよ。まあやっておりましたがね、お世辞言ってくれたけど、まあ私はね、学校ってのは世の中の人の役に立つし優位な人間を育てる一つの手段であって、学校が最終点じゃないですよ。新幹線の最終点が今ここだけど、人間の最終点は学校ができることじゃなくて、人のお役に立てて、いかに世の中に尊敬されるかが人の問題や、その最終点に近づくにはいろいろな手段があるんです。学校できても悪いことはない、学校だけが世の中じゃないと。からもう一つは、お母さん100点を取らなきゃならない、お母さんがあったと話してると面白いですね。うちもっと体を動かすことやったらどうだ、職人になるって言うんですね。今職人なんてありますか。今職人なんてないですよ。呼び名が変わってるんですよ。時代が変わってるって言うと、そのお母さん全然知っちゃいないんですね。昔は画伯なんていう言葉が絵描きさん、これは職人であった。それをいわゆる問屋筋が絵を買って、歌丸でも何でも、そいつをまた彫る、版を彫る職人さんに頼んで絵を吸って売ったんです。土佐派の加納さんとか火山、こういう人はいわゆる権威に雇われた時の大名とかそういうものやったらって、こういうとこ書いて書いたから、その人の位から自分が偉くなって、ガハっていう名をもらったらダメなんですね。これ手を動かすことは同じですよ。職人なんです。手を動かすこと、体を動かすことが職人なら、画伯だって職人なの。この間までどうだ、川端小敷と言われた人、俳優さんですね。今じゃ俳優だ、文化人だ。どういうことになってるんですか。この間まで石屋さんだっていう人が、今どうだっていう、彫刻家じゃない。世の中みんな変わってるんですよ、呼び名が。自分が古いことを忘れてね、古い頭ばっかりで子供のことを考えたらくだらんこと言うんです。人間は全部平等です。呼び名なんて変わるわけない。手を動かさんで言う人はない。我々の、もし手を動かさんでみんな、前で書くだけが要するに、その人が偉いって言うなら、みんなそうなっちゃったらどうなるね、これ。電車もできない、こうでもできなきゃ何にもできない。いろいろなそういう体を使い、手を使う人があるか、考える人があるから、要するにいろいろなものが出来上がる。みんな偉いんですよ、これ。ホワイトカラーなんてのありこないし、こんなもん。おかしいんですよ、そんなもの考え、今だけ考えるな。時代遅れも、はねはだしいんですね。こういうお母さんに育てられた子供こそ、本当に僕は災難気の毒です。災難ってのはこういうところにあるんだと思う。雨降って下敷きになるのは災難じゃないけど、これも災難の一つよ、ほら。一生支配されちゃうんだから、そのお母さんの考え方で。まあ、人の悪口は言いたくないけど。